タロスチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。はい、ちょっとね、あれから経過報告なんですが、ちょっとだけ増えたよあの動画を撮ってから数時間後、そうだね、なんですけど、そうですよね、はい、ちょっと成長しちゃいましたね。あ、そうだね。 あの動画からだとあれか、およそ3ミリぐらい成長して、それからまた点をつけて1時間ぐらい経ったところでまた成長したって感じになっております。でね、ショップから電話がありまして、はい、ガラス入ったみたいで、うんうん、そうだね、はい、翌日から修理して、はい、1泊2日の入院なので、うんうん、はい、前日入りすることにしました。はい、そうですね、はい、なんでね、修理は明日なんですけど、はい、今前日からもう車を入れちゃいます。はい、そうですね、今、はい、そちらに向かっているところであります。はい、まあ家の近所なんでね。そうだね、はい、結構ね近かったので良かったなと思うけどね、うん、はい、まあ 2度目ぐらいな感じですね、はいはい、ムーブもそこを入れたんで。そうだよね、うんうん、すごい、なんか系列なのかね、うんうん、あれ一緒でしたね、場所は、うん、はい、そのガラス屋さんがね、たまたま問い合わせたガラス屋がたまたま昔、まあ、ムーブとかでも整備入れてたショップだった。そうそうそう、名前がガラス部門だから違ってたみたいな。そうですね、はい、そういう感じだったみたいです、はい、またね、まあ今日からね、うん、ちょっと台車の方になると思うんですけど、はい、台車もね、うんうん、ちょっと今回はね、うん、何の台車来るか分かりませんが台車もちょっと紹介、そうですね、いろんなのちょっといじくってみて、はいはいはい、紹介しようかなと、うんうんうん、はい、台車紹介を、そうですね、はい、してみようかなと思いますので、はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。また修理から直って帰ってきたら、うん、ね、フロントガラスの方はどんな感じかっていうのをまた動画にしたいと思いますので、はい、こうご期待ください。そうですね、はい、何も変わらないと思いますか。そうだね、そのまんまでまたなるのかななんて 思いながら、はい、待ってたいと思います。はい、はい、では今回はね、報告ということで経過報告でした。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。